音楽への情熱だけを頼りに作曲家としての道を進むことができました。音楽を通じて自分の感情を人々の前に発表してみたいという心がなければ作曲はしない方がいい。曲が浮かぶのはいつも本当に突然で、ドラクエを代表する曲である序曲は5分でできました。そういうパッとメロディーが浮かんだ曲の方がこねくり回して作った曲よりも素直で出来がいいものです。ただこの曲は5分プラス僕がそれまで生きてきた55年分が詰まっています。まあこの言葉はそういう言葉を残したピカソの受け入れですが、音楽を作る上で一番大切な感受性は習って身につくものではありません。音楽にはいろいろな力がある。今回名式をご覧いただく方は、ドラゴンクエストシリーズ全作品すべての音楽を担当し、500曲以上に及ぶ楽曲を作曲し、最高齢でゲーム音楽を作曲した作曲家としてギネス世界記録にも認定されたこの方です。それでは杉山浩一さんの名式をご覧いただきましょう。最初に画数の数え方についてですが、生命判断の原理原則として、その起源となった漢字を基礎とし、必ず新字体を旧字体に直してから数えます。高という文字は三髄ですので、その起源となった漢字の画数で計算します。三髄の武士の起源は水ですので、三角ではなく四角で数えます。したがって高という文字は十角ではなく、文字本来の正字体である11画で数えるものとしてお受け止め願いたいのです。それでは杉山浩一さんの数理を見ていきましょう。最初に天格についてですが、天格とは祖先より伝承される一族の宿命を表す部位であり、十五画の場合特防運とされ、目標や希望達成のためにコツコツと基礎を築きながら信頼を集めていく家系と言えます。続いて人格についてですが、人格とは人生の中心となる壮年期の運命を表す部位であり、14画の場合不如意運とされ、逆境に強く目立たないことに奉仕する義教心の精神と偏境的思考の2つの善義が潜在する人柄とされ、陰と陽、善と悪、恩賀と祖母を身にまとい、特に高圧的で威圧的なオーラを漂せ、場の雰囲気を凍らせることもあるでしょう。嫉妬深く感情の起伏が激しいため、時に相手を困らせることもあります。家族との縁が薄く、また本来気が良く、強く見せようと虚勢を張っており、経済的精神的に不安を抱えているのです。一方で賑やかな場所を好み、寂しがり屋な人といった印象を与えます。続いて知覚についてですが、知覚とは幼少期から青年期までの運命に強い影響を及ぼす部位であり、12画の場合挫折運とされ、結局の振り幅が大きく、自己啓示欲が強く、目立ちたがり屋で、せっかちで短気であり、飽きっぽい性格と言えます。精神的な良さが最大の課題と言えるでしょう。一方で大きな夢を抱き、現実を考えず自分の能力以上のことをしたがります。そのため失敗も多いのですが、転んでもただでは起きないずぶささを持っています。二系統は分離分裂対立と意味し、孤独を象徴する数理と言えます。続いて外角についてですが、外角とは周囲の環境に対して強く作用する部位であり、十三角の場合人気運とされ、周囲からは人懐っこく笑顔が絶えない人という印象を与えます。続いて双角についてですが、双角とは壮年期から晩年に向かって強く影響する部位であり、27角の場合非難運とされ、人一倍の努力と根性で確実に好機をつかむ開拓者の数理と言えます。頭脳明晰で名刀のような鋭さと直感力が優れているので、努力次第では名誉を手に入れることもできるでしょう。強い責任感と堅牢無欺さと心身力を兼ね備えておりますので、緊張や動揺を強いたけられる大一番ではその強さがフルに発揮されるでしょう。しかし7系最大の赤文字ですので、強制に転じやすく、自意識過剰で強情、平心が強く協調性がありません。また強烈な個性の持ち主が多く、好奇の目にさらされ誹謗中傷を受ける人も多くいます。軽蔑、遭難、変死の悲運数などの災禍に見舞われやすく、孤独を象徴する数理と言えます。最後に福運ですが、福運とは発展成長運を促す部位であり、26画の場合波乱運とされ、義教心があり、周りの不運まで添え込む人柄と言えます。元来複雑続きな英雄運とされ、
短命に落ちる大凶数なのです。時に霊血愚烈を有する者あれば、偉人英仏結晶を有する者ありとされ、信念が強く、コツコツと努力をしながら一歩一歩実績を築き上げて大成することもできます。しかし一度つまずくと、次から次へと転がり落ち、苦難の道をたどることもあるでしょう。いずれにせよ、抗えないのが宿命であり、波乱に満ちた数理と言えます。ご覧の通り、ご自身の年齢が90歳ということもありますので、晩年を司る双鶴の運命に強く影響されます。したがって人一倍の努力と根性で確実に好機をつかむ開拓者の数理であることがわかります。それでは数理に隠された名式をご覧いただきましょう。赤文字に変換された部位は死を招く鬼門です。三歳配列は相乗名、複合札は裏果たす、意味文字は1です。そして生命学の禁じ手とされる濁音名を持っておりますので、まず最初に三歳配列の相乗名について見ていきましょう。三歳配列とは五行説をもとに、人は天と地の恵みの間に生かされているという思想です。相乗名という配列は、人格を中心に天格や地格が相乗効果をもたらし、社会的にも名を成すことができるとされる配列なのです。さらに長寿の兆しがあり、一生大した病気にかかることはないでしょう。語源を見とくと、性根が強く、好名心があり、積極的で何事も努力をします。名誉と利益を追い求めます。意のままに飛躍し、必ず名を上げる配列を得ます。続いて複合札について見ていきましょう。最初に裏発達についてですが、七味鬼門の発達と同等の才華を招きます。地殻と外殻が同数原理で一致しており、まるで死神に取り憑かれたかのように月から見放され、結果は仕事の夢に破れやすく、後先考えず行動するため失敗を繰り返すのです。身内や大事な人との別れが付きまとうという暗示もあります。続いて意味文字についても触れておきましょう。一という文字は、吉と出るか凶と出るか、良くも悪くも極端から極端に転げ落ちる暗示があるのです。最後に生命学の禁じ手とされる濁音名についても触れておきましょう。濁音名とは、名前の響きに濁音がつく場合の禁じ手とされ、全ての濁音名は孤独を意味し、別名命の綱引きとも呼ばれているのです。また家族との縁が薄く、生き別れもしくは死に別れるという暗示があるのです。杉山光一、鑑定の結果、三歳配列は相乗名で、複合札には裏破札があり、強烈な運気に支配されながらも、その姿は日の本一の愛国者でした。ドラクエの BGM が流れるためにワクワクが止まらない、心が震え、高揚感に包まれ、やる気に満ち溢れる。勇者として生まれ、魔王討伐という宿命が与えられ、戦いに行くという物語が始まっていく。この感覚は戦時中とよく似ている。ドラクエは軍歌です。序曲に込められた思いは、愛国精神をかき立てる要素がある。日本人はもともと世界トップクラスの戦闘民族であり、戦うことが何より好きな種族でした。敗戦により、戦うということを禁止され、戦わないことを覚えてしまった。それでも私たち日本人が戦うことを忘れてしまったわけではありません。杉山光一は口癖のようにいつも言っている言葉があります。ドラクエは若い人に祖国を愛することを知ってもらうためにやっている。今の日本は日本軍対反日軍の内戦状態が続いている。ドラクエをやっていればわかるように、平和は戦って勝ち取るものであり、戦う姿勢によって守られる。現実の世界はゲームと違い、攻略法など存在しない。ゲームも人生もただひたすらに挑み続けなければならない。ドラクエに込められた思いは、誠意の高揚と愛国精神の発揚と魂を鼓舞する日の丸の歌です。名は太陽を表すということがあるように、すごいのは全て名前です。名前でした不幸にも幸せにもなれるのです。